皆さんこんにちは。西田敏行が自宅で孤独死、二人の娘が告白した本当の死因、釣りバカ西田で有名な俳優が歩行困難で車椅子生活の実態や残した遺産額などについて紹介します。俳優の西田敏行さんが76歳で東京都内の自宅で亡くなったことが17日に所属事務所から発表されました。西田さんは今月8日に行われた劇場版ドクター X の完成報告会に参加しており、その直後の訃報に衝撃が広がっています。彼の死を悼む声が芸能界から数多く寄せられています。お笑いコンビ増田岡田の増田秀彦さんは17日に放送された ABC ラジオ増田岡田増田のラジオハンターの中で西田さんとの思い出を振り返りました。増田さんは西田さんと映画釣りバカ西田で共演し、その後カラオケや会食に同行したことがあったと話しました。ナイトスクープの探偵の方々、北野誠さんや竹山貴則さんらと一緒に東京で食事をしてからカラオケに行きましたと回顧。西田さんがカラオケで涙を流していた様子について、ナイトスクープで VTR を見て泣かれていたあの姿を思い出し、本当に熱い思いを持った素敵な人だと感じましたと語りました。また X では演歌歌手の丘みどりさんが探偵ナイトスクープで共演した際のエピソードを振り返り、西田敏行さんが友達に自慢したいから写真を一緒に撮ってもいいと素敵な笑顔で声をかけてくれました。その時に撮ってもらえばよかったと今でも思います。本当に優しい方でしたと彼を追悼しました。さらにお笑い芸人の前田健さんもナイトスクープでの復帰時を思い出し、局長を引退されていたにもかかわらず一番に喜んで連絡をくれて飲もうとお祝いしてくれました。本当に優しく、いつも愛にあふれていましたと感謝の気持ちを語りました。声優の中田ジョージさんも西田さんが日本俳優連合の理事長として俳優の権利や演劇環境の改善に貢献していたことに感謝し、心からご冥福をお祈りいたしますとコメントを寄せました。またドクター X で共演した米倉涼子さんも西田さんの突然の訃報に驚きを隠せない様子で、言葉がありません、ついおととい写真を載せるからねとお話ししたばかりだったのに悲しすぎて信じられませんと胸の内を明かしました。西田敏行さんの子供は娘さん2人です。長女が彩香さんで、次女ありささんです。長女さんは1976年7月生まれ、次女さんは1977年生まれではと言われています。娘さん2人は西田敏行さんと共に1983年12月23日のドリフのクリスマスプレゼントに出演し、スタジオでトークをしていました。西田敏行は俳優を目指して上京し、1967年に劇団新国劇に入団しました。1970年代に映画やテレビドラマに出演し始め、徐々に注目を集めるようになりました。彼の代表的な初期の出演作品にはテレビドラマ太陽にほえろや探偵物語などがあり、これらの作品での彼のコミカルな演技は多くの視聴者に親しまれました。西田のキャリアで最も知られている作品の一つは1977年からスタートしたテレビドラマ釣りバカ西田の浜崎伝助役です。この役柄では彼のユーモラスで温かみのあるキャラクターが際立ち、長年にわたり愛される存在となりました。釣りバカ西田は映画化もされ、西田敏行の代表作の一つとして広く認識されています。また彼はシリアスな役柄にも挑戦し、映画アウトレイジシリーズや豚高 NHK 大河ドラマ掛け部が如くなどでの演技も高く評価されています。西田の演技はユーモアと感情のバランスが取れたもので、観客に強い印象を与えることが多く、その多彩さが彼の人気の理由の一つです。西田敏行は俳優業だけでなく歌手としても活動しています。特に1981年にリリースされたもしもピアノが弾けたならは大ヒットし、彼の音楽活動における代表曲となりました。この楽曲は日本中で広く知られており、彼の温かみのある声と感情豊かな歌唱が多くのファンに愛されています。俳優や歌手としての活動に加え、西田敏行はバラエティ番組にも数多く出演し、そのユーモアと人柄で視聴者に親しまれています。特にテレビ朝日の探偵ナイトスクープでは長年局長として番組を引っ張り、多くの視聴者から親しみを持たれました。西田敏行は近年病気を経験し、手術を受けるなど体調に苦しんだ時期もありました。しかし彼はその後も舞台や映画に復帰し、精力的に活動を続けています。ファンからの温かい支援もあり、彼はその強い精神力で回復し、再びスクリーンやステージに立っています。西田敏行は温かみのある人柄で知られ、業界内外で多くの人々に慕われています。長年にわたる芸能活動の中で、彼はその誠実さというモアで周囲に愛され続けており、日本のエンターテインメント界に欠かせない存在です。西田敏行は既婚者で妻と2人の娘がいます。彼の妻についてはあまり詳しい情報が公開されておらず、プライベートを重んじているようです。
家族についてのインタビューでも、彼は家庭に対して深い愛情を持ち、家庭を大切にしている姿勢を時折見せるものの、詳細なエピソードなどは控えめです。娘たちについても、彼らが一般の公の場に出てくることはほとんどなく、芸能活動は行っていないとされています。西田敏行自身も、家族のプライバシーを大切にしながら、家族との時間をしっかりと持つことを大切にしていると考えられます。彼の公の発言や行動からは、家族に対して非常に愛情深く、また尊重している様子が伝わります。家族との時間を大切にしつつ、俳優としてのキャリアを長年続けている点も、彼のバランス感覚や人柄の一部と言えるでしょう。俳優の西田敏行さんですが、レギュラー番組も複数持っていたり、映画にも複数出演していたことから、年収が5億を超えるのではないかと言われているよう、西田敏行さんは数多くの映画に出演しており、主演級の俳優で超大作と言われるような映画の場合、一本当たり数千万円以上のギャラとなると言われています。年間で数本の映画に出演することを考えると、この部分だけでも相当な額に、西田敏行さんの代表作といえば、釣りバカ日誌シリーズですね。シリーズ化している作品は主演が変更できず、またヒットも見込めるのでギャラが高い傾向にあるんだとか。映画出演料に関しても具体的な金額は公表されていませんが、西田敏行さんは大物俳優ですので高額に設定されている可能性も考えられますね。人気ドラマに出演する際も、一本当たり数百万円から数千万円のギャラが支払われます。特に長期シリーズや人気作品では、安定した収入源となります。西田敏行さんは、探偵ナイトスクープの2代目局長を務めていたこともあり、年間7200万円の収入だったのではないかと推測されます。CM への出演は非常に高額で、1本当たり数千万円から1億円近くになることもあるよう、特に有名なブランドや商品に起用される場合、そのギャラはさらに高くなる傾向が、西田敏行さんの CM の出演料も公表はされていませんが、有名な俳優なので高額に設定されている可能性も考えられますね。西田敏行さんの1981年に発売された、もしもピアノが弾けたならは、50万枚のヒットを記録しています。一般的に CD の売り上げに対する印税はアーティスト、作曲家、作詞家で異なります。例えば、1000円の CD が1枚売れた場合、アーティストには約10円、1%、作曲家には15円、1.5%、作詞家にも15円、1.5%が支払われるとされているんだとか。西田敏行さんはアーティストの枠になるので500万円くらいの歌唱税が支払われた可能性が、またカラオケの再生による印税もあり、1回歌われるごとに約5から7円の印税が支払われるため、人気曲であれば年間で数百万から数千万円の追加収入が見込まれます。遺産相続は通常、個人が残した遺言によって大きく影響されます。遺言がある場合、その内容に従って相続が行われますが、遺言がない場合は法定相続分に基づいて相続が行われるよう、日本の法律では、配偶者や子供が法定相続人となります。西田敏行さんが生前に遺書を残していたかが不明ですが、西田敏行さんには妻と子供がいらっしゃいます。遺産の 50% を配偶者が相続し、残りの 50% を子供が分けるということに、子供は2人いるので、25% ずつとなります。総資産は自宅を含め数十億以上と言われていますので、25%。でも2億以上は相続できる可能性がありますね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。